スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、鈴木みのりのキャッチナウ。はい、第4月曜日担当鈴木みのるです。そしてアシスタントの永吉翼です。はい、どうも。明けまして、はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで今年も始まっちゃいましたけど、始まったし、始まったかと思ったらもう今月終わるんですけど、なんとこれが配信されてるってことは第4月曜ですか ね。第4週です。第4週になってるんですよ。もう正月気分すっかりもう終わってるわけですよ。あのね、え、初詣行きました？あ、行きました。もちろん。なるほどなるほど。私もね、初詣ぐらいは新年らしいことはしましたけれどもね。なるさんは初詣っていうのは東京なんですか？初詣東京ですね。です私はね、あのね、年末年始、うん、わざわざ混むときに実家に帰らないスタイルを貫いてるんですよ。もう何年もね。そうです。なるほど。やっぱりこう会社に勤めてるわけじゃありませんから。うんうんうん、全然関係ないところでお休みを作って帰った方が安くて混んでないんで、それはそうだ、はい、今ねそうしてます。そうですか。まあそんなこんなでございます、はい。まあ、今回のねキャッチナウはですね、まあ年始でもあります。まだね始まって1ヶ月も経ってないというこのタイミングで、うん、この2人がね、うん、この1年何をやろうとしてるのかと、今年の抱負的なもの的なね、うん、なんか普通の番組的な感じで、はい、いいですねこの世の中に迎合してる、なんかね迎合しつつの ね普通のラジオ番組的な感じ、いいですね。私憧れますよこういうね、何の落ちもないこういう企画、いやいやいや本当ですよ。ダラダラね、はい、していく感じもいいのかな。まあでもね、これを機にもしご覧になってくださっている皆様も、はい、まだ今年の抱負決めきれてないぞとかね、そうですね、目標打ち出せてないっていう人がいたら、これ、はいはいはい、一緒にね決めてもらって、うん、1年を頑張りましょうということで、はい、ということで、はい、CM の後早速始めさせていただきたいと思います。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんです。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということでね、早速始めさせていただきたいんですが、はい、こう絶対新年の抱負って決めた方がいいらしいんですよ。こんなね、はい、こんなものがあります。ここにちょっと書いて、お互いに、はい、決意表明、フリップ、ね、フリップ的なことで ね、まだお互い知らないですよ。まだまずじゃあみのりさんから書いて、ね、あれしましょう。じゃあちょっとね、私が心に秘めたことをね、ちょっと見ないでこう、ちょっと見ないでください。で私ゲッターズさんのこの1年のいろいろなことが書いた本があるんですけど、それ見ると絶対この目標を決めてでやった方がいいですよって書いてあったんで、今年はねもうちゃんと決めようと思ってたんですよ。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。はい、書きました。はい、じゃあではちょっと発表させていただきます。発表してください。はい、せーの、どん。英語でキャッチナウ。わーお。ですね、 It's up to you。 これはもうねまだわかんない。あのね、これはですね、なんとか私、今年英語を勉強することにいたしまして、私でも予測してた英語系で来ると思ってた。だって毎年結構年明け、今年は英語頑張ろうかななんて思ってるって言いながら、そうなんですよね。なるほどね。そうなんです。もう先生も決めまして、先週体験レッスンも受けまして、うそー、ついに。はい、でもう2月から週1のレッスンを決めましてですね、これにてもう目標はもう普通に英語で日常会話できるようにするというのはですね、あ、じゃあうん、じゃあ、はいはい、ちょっと私の目標にも通じるところあるんですけど、ほうほうほう、これ定期的にレッスン通ってちょっと実力つけるっていう意味ですよね、はいはい、そうです、そうです。その発表会的なことでキャッチナウを英語でやっちゃおうじゃないかと。そうです。これじゃあいつのキャッチナウをするか決めましょう年末年末
にはもう確実にいけると思いますよ。 でもさ、年末はあの日経 MJ やんなきゃいけないから、日経 MJ やんなきゃいけないもう、だからいや別にいいですよ、 MJ の時やってもいいですし、でも日経 MJ やんなきゃいけないから11月回がいいんじゃないですか。11月回でね、いいですよ別に。だって日経 MJ 英語でやるって多分相当難しい。だって日常会話じゃないんだもん。あれね、いやヒット商品番組だから、日本の経済語るって。そうだよね。いやぼちぼちね、あのアメリカ人でも難しいからあ、そうなの。いやそうですよそんなのこれね、いやね、俺ね、はい、なんでかっていうとね、まあそのなんでかって、この前その体験レッスンやったんですよ。でイギリス人の先生が来てくれたんですよ。でほとんど日本語喋れないっていう女性だったんですけど、でまあ、日本人 の, その社長みたいな人も一緒に来てくれて、で結構20分ぐらいかな、あの実際に体験レッスンして、でいろいろ話をしてて、でその社長がずっと聞いててですね、で最後その評価をしていただいたんです、僕の評価を。そしたら鈴木さんは英語がうまいとか下手ではなくて、日本人離れしたコミュニケーション能力を持ってるって言われた。おっと、いやいるんだよねたまにいる。そっちタイプですか。なんかね、そうらしい、そう言われた。いやいや、そっちタイプの人ね、あ、尊敬しますね。そうなの、うん、で、じゃあだから本気になればすぐ上手くなりますよって言われませんでした。あ、いやだ、言われた言われた、なんかすごいあのできると思いますよって言われて、でなんかもうその初めてのね女性に対して You know? とかって言っちゃったりします。なんかフグの話をして You know? フグみたいな話って、いや知りませんみたいな、いやフグ毒あるよみたいな。え、ちょっと待って、その体験レッスンさ潜入したかったんだけど何それ。いやフグの話するかい。いやなんか苦手な食べ物あるかみたいなで、白子だったんだね、はいはいはい、で白子を説明しなきゃいけないわけだよ。皆さん白子食べれないですか。食べれないですか。あんまり好きではない。だから嫌いな食べ物なんだって言われてあんまないんだけど、なんだろうなと、あえて言うなら白子かなと思って、で白子って分かんないからさ、白子分かるって分かりませんって言うから、あのねフグっていう魚が、フグおおなんかエクスペンシブとか、おエクスペンシブエクスペンシブみたいな話になって、でなんかこうコミュニケーションをしたら、隣の社長がもう鈴木さんはちょっとあの違う意味のコミュニケーション能力があるんでみたいなこと言われちゃって。確かに。そうなんですよ。でもね、いる、私あのアメリカの大学にいた時に、うん、日本人のお友達で6年か7年ぐらいかかったのかな卒業するのにっていう、うん、とあるお友達がいたの。あんまり話しないけど、うん、でそのお友達7年ぐらいアメリカにいて、うん、全然英語喋れなかったのね。それやばい話じゃない。ただコミュニケーション能力ずば抜けてて、ネパール人とかあの他の国から来た留学生と一緒にバイトとかやるんだけど、うん、1ミリも困ってないのね。え、ずっと大阪弁で言ってんの。大阪弁でもうやっちゃってんだ。ねえ、ちょっとほうき取ってほうきって言うじゃん。最初その新入生のネパール人とかはみたいな、なんでこの人日本語喋ってんのみたいな感じなの。ところが人って偉いもので彼がずっと日本語で喋るものだから、うん、周りの人が日本語覚えてくれてるんだよね。ほうきとってほうきって言うとほうき来るようになってんの。本当にそう、すごいなそれ。だからやっぱりその彼は英語できないね、うん、英語できないけどコミュニケーション能力がずば抜けてたと思ってる。あ、そうなんだ。そっちタイプでしょ。そっちなんだ。いやダメ、違う、そうじゃなくって俺は英語でキャッチなるなの。英語で。そしたらまあじゃあ仮に目標というかあれで、うん、今年の11月回、うん、はいはい、11月回ねは英語でキャッチナーを目標にしましょうよ。なるほど。これね、編集さん大変ですよ、全部字幕だからね。あ、字幕つけるんですか。いやだってね、そうだよね、だって視聴者日本人が多いとしたらちゃんと字幕つけないと。俺もそれぐらいの英語喋れてないとまずいですよ。あ、もう字幕ついてないとっていうぐらいの、もうわからないぐらいの鈴木みのる英語がすごいぞみたいな状態に。皆さん聞きました。11月があったっ、何ハードル上げてんだよ。いや本当、いやでもね大丈夫だと思います。頑張ろうかな。でここにちょっと書いてきましょう。11月回上がれちゃった。2019、そうだよね、11月回ね、目標だよこれ。先生に言おう、俺頑張らないと。でも私が普通に何の遠慮もなくペラペラ喋りかけて、はいはい、ペラペラ帰ってきて、ペラペラ帰ってきて、で私も何なく理解をして、はい、またペラペラ喋るっていうキャッチナウができるようになると。が11月に行われるっていう、いいですね。こ
これをね私ね、はい、絶対みのるさん英語系で来ると思ったんですよ。おほほ。でそれで自分の目標もこれから発表しますけど、はいはいはい、通ずることなんだけど、なるほど、期限とか、はい、期限をね、期限とかを絶対決めた方が決めないとね、うん、いいと思ってて、ざっくり言ってもね、そうですか、わかりました。じゃあ、ま、じゃあぜひじゃあちょっと説明しやすいように私のもまずじゃあちょっとじゃあちょっと見ないようにしておきますよね。これまあ言ったら11月ですね。11月、期限を決めてです。期限を決めてって話ですよ。なんだろうな、はい、あ、いいですか、せーの、ドン、カーディオバーに通う。何ですか、カーディオ、ちょっとスペルが合ってるか不安なんですけど、はあ、これ知ってます？知りません。 LA から来た最先端エクササイズ、日本に上陸して2年目か3年目かな、エクササイズ、エクササイズなんですけど、はあはあ、これあのバレー、はい、バレエってあるじゃないですか、あの踊るバレエ、はい、あの白鳥の湖のバレエ、はいはいはい、あれのバレエダンサーの人が、何、怪我をしてリハビをするために作られたようなエクササイズだったらしいんですよ昔は。へえ、ね、これを考案した人が日本にも来て、あのこのクラスが今渋谷と自由が丘で行われてるんですけど、カーディオバーっていうんですけど、まずのバレエのエクササイズをあの基本として、要は筋トレをこうできると、筋トレしながらカロリーも燃焼すると、要はずっと音楽に合わせてずっと動きっぱなしなんで、有酸素運動もできるし、でそのバレリーナとかしなやかな体ですよね、ああいうのを同時にこう手に入れていこうっていうようなことができるエクササイズなんですよ。そうなんですか、スペル合ってますかね、どうなんですかね、今調べていただいてますけど、まあね、日本語だとカタカナ表記だとカーディオバーって言ってますね。バーちょっと違った。ちょっと違う。どこが違うんです？T がいらない。そうね、はい、そうそう。惜しいな。あえてなんで T つけちゃったんだってのありますけど、まあいいですかね。これじゃあハートに変えてね。ハートに変えてね。うん。ああ、そうなんですか。そう、そういうのがあって。ほうほうほう。でね、これずっと通いたい、うん、通いたいと思ってたんですよ。実は、はいはい、もう2年ぐらい前から思ってたんですけど、うん、自分家の近所じゃないもんだから、なんとなくこう体験レッスン行ったはいいけど、申し込もうと思って、なかなかね、5つなんか申し込まなかったり、うん、なかなかね、うん、ちゃんと通えるかなみたいな懸念があって、まあ、申し込まなかったんですけど、まあ当たり前ですけど、今年も私は舞台のお仕事やテレビのお仕事を頑張っていきたいっていう、それはもう当たり前の軸としてやっていくことなんですけど、やっぱりですね、年齢も年齢だし体も鍛えていかなきゃなっていう、うん、あの使命感みたいなものがありまして、でこれにもうちゃんと通うことを決意しました。お、申し込んだ。でこれ別にその英語でキャッチナウトは違って、まあ、期限決めるあれでもないと思うんで、はい、私はあのこれは月にね2回は必ず行こうと思う。なるほど、うん、何回行ってもいいんだけど、どんなに忙しくても2回必ず行くってこと。なるほど。もちろん行ける時はもっと行くけど、ほうほうほう、2回を下回ることはしないっていうことを約束します。すごい、なんか宣言書みたいになってますけど、いいですね。そう、月に2回ね行っちゃおうかと。え、これね、その行くとその体が丈夫になるのかな、それともなんかこう、あ、しない、あの綺麗な体になります。ダイエット効果もあるし。なるほど。そう、もう本当ね、いろんな筋肉使うんで、すごく綺麗な体になるっていう触れ込みなんだけど、それまあでも食生活にも気をつけて、そこにもきちんと通わないといけないですけど、はいはい、まあだからこれはきちんと月に2回は下回らないようにしようと思ってまして、で私はもうあと2月から通おうと思ってます。あ、だから一緒ですね。ちょうど一緒ですね、はい、2月からね、はい、はいはいはい、なんで、うん、ずるなしでちゃんと2回行ったのかどうかをチェックしないとね、各チェック、あのキャッチなので言ってこうと思う今月は何回行きました。そう、素晴らしい。第4月曜日放送なんだから、そうですよ、2回だったら、まあ、ほぼほぼノルマクリアしてる月が多いと思うのですね。ですよ、これ多分ね、やばいっすよ。でもあれだよ、だからみのるさんにも言おうと思ったんですけど、うん、はいはい、週に1回行く予定ですか、レッスン。週に 1回です。語学はね、語学ペースが必要ですからね。だけど絶対にね、いや今日ちょっとどうしても外せない打ち合わせが、
や今日ちょっと飲み会が接待があるんですよ、大人だから、はいはい、ありますね。それをやり始めるとなあなあになりません？そうですよ、それやっちゃったらダメですよ。結局、うん、あ今月4回レッスンやのに2回休んじまったみたいなことになる時あるありますよね。ないです。なぜなら来るから。どこに？ここに。いつ？いやだからもう週に1回先生来ちゃうから。何時に？何曜日の何時って決まってます。私その時ちょっと呼んでくださいよ。いやタッチ悪いじゃないですかそれ。いや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 、いや細々キャッチナウでちょっと、取らせてくださいよ、だって11月のキャッチナウに向けて大型企画なんですからこれ。いやマジで長っ、長いねこれ。でその間のなんかもうドキュメントみたいな感じですか？そうそう途中途中そう、この程度だったのが最終的にここまでみたいな。いいじゃん、長編ドキュメンタリー。うーわ怖っ、言っちゃったけど怖っ。で私は、はい、これはまあ両親に委ねるっていう形になると思うんですよ。月に2回本当に行ったかどうかはね、スタンプ押してもらうとかね、先生は先生も迷惑だし、ね、あそっか、そりゃそうだね、なるほど。ただ、うん、まあ、ちゃんと嘘つかずに、まあ、2回なんで、はい、2回だからね、まあ、嘘つかずに報告しないと自分も面白くないからね。そうですね。でこれを目標として定めて、なるほど、私ね目標を決めて10月ぐらいに、うん、わあ決めたことやれてねえや、今年1年何やってたんだろうって思うこと多いんですよ、うん、なるほど。それはね、なんでそんなことになるかっていうとね、罰がないからなんだよね。おっと追い込むなあこの人。追い込んじゃったよ。どうするこの罰、罰ゲームは何だ。罰がないとダメ、罰がないとダメ、はい。じゃあ罰はどうするんですかこれ。罰どうします？あそれ決めようと思って、決めようと思って、この回で決めようと思って。罰は11月 その英語でキャッチナウの時に、なんかこう衣装が違うみたいな。あ、わかりました。なんでしょう。じゃあ、はい、じゃあ11月のキャッチナウに変なメイクと変な格好で出ましょう。だ、いけてなかった、やれてなかったからね、うん、で、あの書かせてあげますよ、顔に落書き。やりにくいな。私にこう鼻毛とか書いて、それでやると。ハローとか言うわけ。英語で話して、うん、英語で返すっていう。英語で、なるほどなるほど。セッションしながら、で私鼻毛書いてる。鼻毛とかなんか眉毛つながってたりとかして。まあある意味見たいっていう話もありますけどね。それを初めて見た人ってなんだろうこの番組って思いません？本当だね。もうあのスモールさんとかキャッチナウとか全然知らない人がたまたま見ちゃったら。いやいや最近変な YouTuber はいたなって。ある意味すっげー受けたりしたよね。海外で受けちゃったりした。そんな、そんなコーナーで。なるほど、わかりました、はい。まああのちょっとね、これはちょっとライトなやつやりました、うん、ちょっと後半はですね、はい、もう一個ちょっと仕事面とかね、はい、いうところでちょっと目標があるかなってことをやってみたいと思いますので、ではまた後半よろしくお願いいたします。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。台車ごちょう、やばい、このままじゃ納期に間に合わないよ。社長どうしましょう。そういうことは部長に聞いてくれたまえ。部長、僕は忙しいんだ、君が何とかしろ。はい、五条でございます。お客様何にお困りですか？はあ、五条に電話してよかった。私たちは台車を売りません。お客様のお悩みを解決するのが仕事です。台車屋五条。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということで後半なんですが、はい、ちょっと仕事面でね、そうは言っても遊びばかりじゃないですから、うん、仕事面でどんなことやるのかなっていうのをですね、ちょっと言ってみようかなと思っております、うん、はい、ではすいません、じゃあ私の方からさせて、はい、もう書いてありますけどね、じゃあいきます。じゃん、じゃん、九州。どういうこと、あの何何。いやいや、九州、え、なんかこうセゴドンとかに影響されてる感じ。いやいや、見てなかったんですけどね。何何何。いや実はですね、当社は
大阪があって名古屋があって、札幌もあるんですよね、支社っていうかオフィスがね。でなんと九州地方にはなかったんですよ、オフィスが。はい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 。でもうずっと何年もね、もう九州やろう博多やろうって言ってたんですけども、いよいよ今年ね、お九州というのをもう掲げてですね、もうちゃんとやろうと。そうで、というのはまあ一つテーマがね、やっぱり、これからねちょっと地方都市というか、うん、政令指定都市を全部抑えていこうよっていう話がありまして、まあ、この業界の中の九州エリアをですね活性化させていきたいということで、九州にですね、満を持して入っていって、そこでちゃんとビジネスをねやっていこうじゃないかっていうのが今回のね今年の当社の。うわ、なんかめっちゃくちゃしっかりした経営者の目標じゃん。一応経営者、もう私の目標どうしてくれんの。それはねやっぱちょっとあれですけど、まあ、ずるいし、いやいやいや、これはでも、まあ、めっちゃいい目標、九州って言ってるだけであってね、目標めっちゃいいし、レベル感もめっちゃいいじゃないですか。いやいや、まあね、だって頑張ればできるもん、パセリさんなら。まあできなかないはずですけどね。他にもだって進出してる実績があるわけだから。そうですね、まあ、そうは言ってもね、手順というか段取りというか、うん、まあね、ノウハウはあるわけですから。いやだけどね、あれですよ、まあ、地域をねそれだけこう進出っていうか、そのオフィスを出すっていうことは、まあ、家賃もさることながら、そこで採用活動っていうのもあるわけですよ。そうすると、ね、人に来ていただいて求人活動をして、で採用活動をして、でそこでちゃんと働いていただくためのマネジメントも発生するわけだから、そういうことでいうとすごくですね、手間も暇もお金もたくさんかかるんですけどね。それってちょっと、うん、スモールさんだから、うん、こういうこともたまにはね聞こうかなと思うんですけ ど経営者としてお金かかるわけじゃないですか、うん、かかりますよ。例えば九州でやるってなるとね、はいはい、その辺の博打感ってどうやってこう折り合いつけてるんですか、うん、あでもねそれはねすごくいい質問というかあれなんですけど、うん、博打感はすごくあります。ありますよね。あります。そのいやもちろん実績もあるし、他の年ではこうだった、今の流れだとこうだろうっていう概算なんてものはできるとは思うんですけど、うん、でも初めての土地で初めてのことやるにはやっぱ変わらないから、やってみなきゃ分かんない感ってやっぱあるんですよね。むしろやっぱり大きくて、うん、で何年もこのねやっぱ九州は何年も前からやりたいって話あったんですけど、で札幌出した時も札幌こうだろうなと思って出ていったら全然違ったんですよね。うん、で今もういろいろ試行錯誤して、今ちょっと札幌ってデータセンターというか、まあ、いわゆるいろんなそのコールセンターみたいな感じに今なってきてたりしててですね、もともとの思惑とはちょっと外れてたり、うん、で大阪もかなり初期に大阪が出ていってるんですけど、やっぱ当初のビジネスとはやっぱ変わってきてたりとかするんですね。でそうするとやっぱり実際行ってみていろんな方とお話して、お客さんともいろんな話をすることで、うん、あやっぱりこうだったのね、こうだったのねっていうふうになっていかざるを得ないんですよね。で九州ってやっぱりうちすごく手薄なんですよ、うん、で正直言ってお客さん 何社かいらっしゃるんで、あの話はお伺いするんですけど、でもやっぱり実際行ってみて、いざとなってみるといろいろ状況が違うと思うんですよね、うん、でもその時にやっぱり臨機応変にやっていかないともう潰れちゃいますしね、そこの、まあ、オフィス自体が潰れちゃいますから、そこをうまくやっていかなきゃいけないということで言うと、まあ正直博打感はないわけなく、むしろ大きく大きくありますよね。それって、うん、そのいくらぐらい突っ込んでダメだったら撤退しようっていうのを全部決めてから出す出さないってやるんですか。いやそれはないですよね。いくらとかっていう制限はないですね。そうなんだ、うん、まあ、うちのビジネスモデル自体はやっぱり学校さんが増えれば、うん、その分当初も売り上げ増えていくんで、その分の人件費はカバーできるだろうっていう大体 の目論見はあるんですよ、うん、ただその目論見以上にその数字だけの問題じゃないですから、うんうん、どれぐらいこの市場がね、好転していくかとか活性化されていくかっていう見方をしなきゃいけないんで、まあ、単純に売り上げだけでどうこうってことにはならないんですよね。なるほど。で我々がいることで、ね、いやお役に立てるかどうかっていうことが大きいですからね、うん、まあ、そっちがむしろ大変かなって気もしますけどね。なるほど、うん、でもまあその九州に、拠点を持つと、はい、いうのがちょっと今年のね当社としての、まあ、いろいろあるんですけどね、いろんなやりたいことはあるんですけど、その中の一つのね、分かりやすい事例でいうとその九州っていうのがですねあります、うん、はい、はい、真面目な話で、すごい真面目な話、ね、すいません、ちょっとキャッチナーっぽくないですか。いいな。はい、では永吉さんのビジネス面のね今年の目標、せーの、映像進出を頑張る。なんで声小さくなっちゃったんですかね。いやだってこんなの、うん、
ミナルさんと違って私のは私がどんなに声高らかに言ったって、実現するかどうか分からないわけですよ。言う方がいいですよこういうの。やっぱね、さっきの話じゃないですけど、はい、ただまあその、まあその映像の演技の仕事っていうことですね、はい、この今やらせていただいている BS の番組の方ではまあもう映像っていう意味ではやらせてもらってますけど、映像でもあのちゃんと演技をしたっていう経験がほぼないかな。あのエキストラ級とか村人 A みたいなことはまあまあなんとなくやらせてもらったことありますし、あと単館で上映する短編の映画はやらせてもらったりはしましたけど、まあそれはもう世間の皆様の目に触れることなく、もう多分今蔦屋からもなくなってると思うんで。そうでもこの前映画にねお出になられてましたよ、はい、ちょこちょことはねあるんですけど、まあちゃんと自分の私これ出ましたよって、これやってますって言えるぐらいのね、まあなんかねちょっとガツンとしたねのをやりたいなと思っていまして、まあちょっと周りでもあの映像を撮る方の学校に行ってる人とかもいまして、まあその人たちとタッグを組んで、まあ何か一つ作品できればいいなっていうのが私の仕事面での目標。 いいですね。あの去年でいうとあのカメラを止めるなっていうね、はい、映画が素晴らしくヒットしましたけども、あれなんかもまさにあれあそこから出られた女優さんもね、テレビにも出られてるって方々もいらっしゃいますから、むしろ何が起こるか分からない ね。だからもうインディーズで作ったものが仕掛けるっていうね、だからその待っているだけではねやっぱりこう物事変わりませんから、まあ、こっちから出てくる、そうなんですよ、企画する演出するみたいなね、ちょっとだからそのさっきのカーディオバーにちゃんと通うっていうのもちょっとこういうことにもつながってます、やっぱり映像で見てるともう少し体がちゃんとしてないと、なるほど、ちょっとねっていうところは、まあ見栄えなんかにも気を使いながらこういう仕事も受けていけるような自分になればいいなとは思ってますね。なるほど。でもなんかあれですか、まあ、先ほどねちょっと映画のねあのまあ映像関係のねあの学校の方々ともっていう話ありますけど、もう例えばこの1ヶ月2ヶ月ぐらいで何かっていうのはあるんですか？いやあのねまだその学校に通ってる段階なので、その宿題でなんか1分の CM 作るからちょっと出演してくれとかそういうのはありますけど、それは別にあの何かお金もらってやるあれでもないし、どこかに発表するものでもなくて、本当にその学校の中の課題としてっていうことなので、そういうのはありますけどね。この間もね、新宿でその課題をねロケ撮ったんですけど、あ、撮ったんですね。もうなんかもう本当ね、私ねこういう思いっていつかねどこかで何かの役に立つんだろうなって思うんだけど、ちゃんとした番組とかみたいにねスタッフさんとか AD さんがいて、はいどうぞって用意でやらせてくれるわけじゃないんですよ。撮る人と撮られる人と2人だけで機材持って行ってやるから、まあ、すごいねそれ。人の目もあるし迷惑にならないような場所も選ばなくちゃいけないし、でちょうどいい感じにその人ちょっと街の風景も撮りたいって言って、ちょうどいい感じでタクシー走ってきたと思ったら信号が赤になっちゃって、パッポーパッポーあ、違う、青になっちゃってか、青になっちゃって青になってね、パッポー、パッポー言っちゃったんだ、どっちだったか、なんかパッポーパッポー言ってるわけ、あーちょっとパッポー待ちですみたいな感じでパッポー待ちしたのね。そう、はーはー、そうでパッポーがなくなったかと思ったら今度は止まってるタクシーが取りたかったのに、パッポーがなくなったらタクシーが走っちゃった、走っちゃった、信号変わっちゃうから、それはそうだね、うまくいかないみたいな感じでなかなかね、それはも大変だったし、ね、もう何やってんだっていう目で見られるわけですよ。そうだよね、なんとなくロケでちょっと 5,6 人でいればさ、あ、なんかお仕事で、あれしてるんだなって思うけど、2人でさやってたらさ、やっぱさプライベート映像かみたいな感じになっちゃうよね。そうそう、なんだみたいな、結婚式の余興か、寒いぞみたいな結婚式の余興あるじゃん、そういうある、 あるけどさ、そうなるほどな、それもちょっと辛いね。なんだけど、まあそういうね、いろんなあの今下積みというかいろんな思いがあって、なるほど、こうみんな ね、 そうね、そう上に登っていくわけだから、そうですよ、そうですよ、ね、あ、まあ楽しみです。だからそういう撮る側でこういうことを目指してる友達がいるってことも幸せなことなの で、ね、素晴らしい素晴らしい、ぜひね頑張っていきたいなと思います。いやもうダムも仕掛けていったらなんかもういけちゃうと思いますけどね、ぜひ注目していきたいと思います、はい、何かあればね、はい、まあそんなこんなで、今回のキャッチナウンまとめに入りましたけど、まとめに入りますけれども、前半は
プライベートでのそうですね、あれですね。で、はい、2人ともプライベートでの目標と言いつつ、はい、まあそれはビジネスに生かせるし、そうです、それはそうですっていうことですよね。やっぱ自分の力が高まっていけばビジネスにもあれしてくるし、で後半はガチの今年のね、何をやる仕事のかということです。いいじゃないですかね、これで。これもだから、うん、まあ、もし私はちょっと自分発信でできないので、誰かが撮ってくださいます、オーディションに受かりましたってことがないと出られないのであれですけど、まあいいお知らせができる日が来たらぜひ、ね、いますね、キャッチなので。ドンとね、ドンとね。だから九州に、九州ね、九州のがね、進出しましたって言ったら発表してください。発表しますよ、もう写真もバーンっつってね、ここですみたいな、地位ここです、めっちゃいい、九州の皆さんみたいな感じでね。で今年は各々あれですね、そのプライベートの方の目標は毎月毎月進捗報告しなきゃいけないっていう義務を課せられてしまい、ね、でこっちは出来次第ババーンと発表と。そうですよ、それぐらいないと本当にやんないよ、うん、人って。そうだね、うん、私本当にこれもう言っちゃったから、月に2回下回ることがあったら、私11月に顔に落書きされてすげえ格好でしかも英語でキャッチダウンだからねこれすごいねこれすごいよ。うーん、でも一方でね、その英語でキャッチダウンの英語があまりにもひどい場合やばいね、俺の英語もね。もうそしたらさねえねえねえ、そしたらさ、一人バカみたいな格好しててもう英語で行き詰まっちゃって日本語喋っちゃって、何の回か分かんないですよね、罰ゲームの回で、見てる人が罰ゲームだよ、これ何見せられてんだ、何なんだみたいな、こっちが罰ゲームだってなるよね。ね、本当だよね。いや、そんなことがないように、ないようにないように、ちゃんと目標も決めたし、はい、できることから頑張っていきましょう、そう、ぜひね、はい、ということで、1月のキャッチナウ目標設定の回でした、はい、どうも。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現、一人カラオケも大歓迎、子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。はい、ということでね、はい、終わったわけですけども、目標設定と設定、ね、進捗報告のペースと、 そしてできなかった時の罰が決まりましたから、罰が、ね、まあ、我々はこれで身を引き締めてやっていくという、そうですわ、ある程度ここまで決めれば楽ですからね、楽ですね、うん、もうやるだけです、あとは、はい、なのでぜひあのもしこれを、うんうん、あのお聞きになってくださった皆さんの中でも、ね、目標設定、ね、自分なりの目標ね、自分なりの目標設定があればいい、ね、あれば、ぜひぜひ皆さん、はい、やってみてくださいということです、決めてください、はい、ということで、今月のキャッチはこれぐらいということでございますので、はい、また2月お目にかかりましょう、うん、ということで皆さん、それではごきげんよう。2月から進捗報告します。全くだ。